はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、今回から新しいモッド、別なモッドね、こちら、ザ・ワイルド・ウエストモッドをやっていきたいと思います。はい。いつでしたかね、前々回ぐらいかな。なんか、次何やろうかなって言ってた時に、このモッドの名前出てましたけど、一応ね、まあ、新しいですね、去年の秋ぐらい頃に、公開されたモッドかな、はあ、まだまだ全然新しいと思います。でね、なんかいろいろサイドクエとかがあるみたいで、それなりになんか楽しめそうだなと思ったので、これをちょっとやってみましょう。まだね、やったことないんで、初見なんですけどね、どんなモッドかもよく分かってないんだけど、うん、なんかオークレーブンと共有してる部分もある、西部開拓時代を舞台にした、世界観になってて、で、なんだろう、近代的な建物とかね、あとアスファルトがなくなってるって言ってたかな、アスファルトはなくなったみたい。うん、で、なんかゾンビがカウボーイハット、天下のハットかぶってるとかね、なんかいろいろあるみたいですけど、はい。あ、でね、あの、一応、そんなに難しくなさそうだなと思ったので、私独自でですね、ヘッドショットもオンリーのモッドを入れてあります。あとヘルスバーと、ヘルスバーとヘッドショットオンリーのモッドが別に入ってます。なので、まあ、ヘッドショットオンリーはね、最初の頃はあんまり関係ないですよ。最初の頃は。あの、近接武器で戦ってる間は、まあ、大して関係ないんですけど、あの、ステージが進んで、ちょ、銃じゃなきゃダメだなってなってきた時に、まあ、だいぶ効果を発揮してくるというか、うん、あの、キャラクターもさ、強くなってくるじゃんね。で、その強くなってきたキャラクターが、無双するのをね、ヘッドショットオンリーにすると、だいぶ防いでくれる。プレイヤーの無双状態がだいぶ緩和される。うん。あの、銃を使うようになったらね、の話ですけどね。まあ、近接で殴ってる分にはね、ほとんどみんな頭を狙ってると思うんで、あんまし関係ないんですけど、まあ、先に進めばね、ちょっと威力を発揮してくるかな、という感じですね。はい。ということで、じゃあやっていきましょうか。一応ね、あの、固定マップがあるっぽいんですよ。固定マップというか、あの、内包されてるワールドがありまして、どれだっけかな。あ、これか。これ、ニューフロンティアってやつね。いかにもですね、名前がね、ニューフロンティアっていうマップが、モッドの中に入ってるので、これがどうも固定マップっぽい。はい。ということで、ゲーム名は、バイオームになってくる。バイオームは、ゾンバイオームやってた時に、まあ、バイオでしようか。はい。で、24時間は、まあ一応120分にさせていただいて、難易度設定そのままで、経験値マネージプレイ150で、ブラッドムーン64体と、空輸の落下地点オン。変更は以上ですかね。変更してるとこはそこだけです。はい。ということで、やっていきましょうか。じゃじゃん。はい、始まりましたね。どういうこと？海の上で始まってるけどね。ああ、ちょっとこの辺のアイコン変わってますね。馬だ。まあ、スタミナでしょうね。水と食料ね。なんかパンケーキ持ってるけど、え？パインコーンジャムパンケーキ。めっちゃうまそう。あ、なんか、なにこれ？まあ、ちょっと後で見ましょうか。この辺は一緒ですね。サーバークエストトラッキング。はい。クエストトラッキングやりましょう。新しいね、この始まり方ね。え？そういうことなんだ。何ここ何？これ何？船ですか？海の上だから。船にしちゃちょっとあれだね。どうなってんのこれ。え？船じゃないのか？家なのかこれ。家なのかな？ようわからん。ようわからん。え、この音楽は荒れ地じゃ、あ、向こうが荒れ地なんだ。この BGM は荒れ地じゃないかと思ったけどね。あ、灯台あるわ。あ、面白いね。灯台とかないもんね、ノーマルにね。マップはこんな感じですね。ここにいるんだ。へぇ。船じゃんね、やっぱね。やっぱ船だよね。船じゃないの？いや、わからんけど、まあいいか。とりあえず、持ってるもの。ホームステッドチャレンジ。はい。これは？あれ？じゃあこれは？ハンター、足、べ、なんかわかんないけど、ハンター。ちゃんと読めよって言われた。ちゃんと読めやって言われた。ウォンテッド、フェラルガンスリンガー、ワイト。あー、指名手配なんだ。こいつを討伐しろっていう話だ。この辺がだからサイドクエなんでしょうね。この辺がね、言ってた。なんかいくつかサイドクエストがあるらしくて、こっちのね、この、
チュートリアルとは別にね。そしてこれはパンケーキ、めっちゃうまそうなんだけど。めちゃめちゃうまそうやな。なるほどね。はい。この中探索していいのかな？寝袋をクラフトするって言われてもね、ないけどね。あ、いきなり調べられる。調べていこう。あ、靴か。靴履いてないんじゃない？履きますか。着用。靴、待って。靴だけ履いてるよ、として。靴だけ履いてな。変態や。変態やないか、完全に。あ、食料とかあるんだ。あ、なにこれ。下。え、ゾンビいんの？ゾンビいるの？下は水に浸かってる。あ、でも、はしごあるね。あ、ゾンビの行為したね、今ね。武器ないんだけど、どうしよう。あ、松明があるか。松明ってやれなくはないか。服。あ。マグナイフありましたよね。これも着とくか。これも着るか。着用、着用。ゾンビいるの？あ、いるわ。なんか被ってる、帽子。帽子かぶってる。本当だ。天下のハットかぶってる。ゾンビのくせに。よう。よう、よう。よう、よう。強えな。強えな。俺が弱いのかな。あ、倒せた。オッケー、オッケー。自分家じゃないんだ、ここ。自分家かと思ってたら。自分家じゃないんだね。ゾンビいるんだね。あ、暗いね。あ、そこにもいるな。起きたか。お姉さんは被ってない。お姉さんは被らない。ねえ。お姉さんは被らない。オッケー。お姉さんは被らないんだ。まだいるね。まだいるな、ゾンビ。自分、え、待って、鳥がいない、あそこに。そこに鳥がいるぞ。こんな中に？嘘でしょ。こんな狭いところに鳥いんの？しゃがんで行っても気づかれるかな。気づかれた。倒した、倒した。鳥がいるとはな。そりゃびっくりだね。そしてお姉さんがもう一人いるけど、ドリンククーラー。あ、こんなんなんだ、ドリンククーラー。かっけえな。ストーブみたいだね、なんかね。ストーブかと思った。もういないのねえ。あ、ゾンビはやっぱ、ゾンビの HP 的にはそんなにないね、やっぱね。ノーマルですね。うん、ちょっと自分が弱いから倒せないけどな。ああ、なるほどね。これ、じゃん。ああ、本当のドリンククーラーだ、本当に。本当にドリンククーラーですね。これをザクザクしたいところ。あれ、待って、階段がある。え？どういうこと？今一つ。今一つ、よくわかんない。これ、だって上がれないじゃん。あ、あ、なるほど、わかった。転覆してんのか。あ、そういうこと、ひっくり返ってんだ、船が。あ、なるほど。なるほど、なるほど。じゃあ、今、上に、水の上に出てんのは船底なんだ。あ、そう、あ、だからこれ、こんな感じになって上がれないんだ。こっちからは上がれるけど、あ、そういうことか。理解した。理解したわ。理解したけど、ああ、ほんと、そういうことか。ひっくり返ってんだ。転覆してるのね。はい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 。でもこれ、息続かないよね、結局ね。どこ？ 50 秒。49。あ、上がれない、俺。上がれ、あ、ここのはしごで。あ、オッケーオッケーオッケー。ちょっと今探索、あれ？上がれない、上がれるよね。今探索するのはちょっと危険なので、やめときましょうか。チュートリアルするか。チュートリアルするかって言っても、ここにいちゃできないんで、ここを離れるしかないね。とりあえずね。あ、この上に。あ、そうか。ひっくり返ってるからね。ひっくり返ってるからこんなになってんだ。なるほどね。理解した。面白いね。ああ、そういうことか。はいはいはい。船底なんだ。ここがだから船底なんだ。ね。で、こっちが船尾。船外機とかは、あ、ついてないんだ。ね。あれがマストかな。ね、まあ、とりあえず、この、灯台も行ってみたいけど、こっち行こうか。灯雨、ジャボーンと。とりあえず上陸しましょうか。上陸、切り立ってるね。だいぶ切り立ってるよ、これ。あ、馬がいる。馬いるわ。さすがウエスタン。馬飼えるのかな。
前のね、いつでしたっけ、レイブンハーストやってた時、馬乗り回してましたけどね。馬をチャームできるのか、果たして。よいしょ、うまい。乗れんのこれ。野生の馬、ミッドナイト。怖い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 。乗れないの。乗れるわけじゃない。あ、怖い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 。怒られそう。あ、乗れるわけじゃないや。なんか、蔵がいるのかな。ねえ。蔵がいるパターンかもしんないね。うん。とりあえず、寝袋作るか。あ、寝袋できた。こっちの灯台も行ってみたいけど、ちょっと。どれ？寝袋。はい。灯台行ってみよう。寝袋置く。置く。そして取る。あれ？取れた？あ、こういう鳥の巣なんだ。金だ。石のクラフトする。了解した。ちょっと待って。この辺直すか。まあこんな感じかな。石用のね、はい。石がいるよね。石がいるね。石ないんじゃない？あ、あった？あったあった。できる？あ、できるね。オッケー。服を作る。服着てるけどね。まあいいか。はい、できた。これ、これ。あ、フードじゃなくてハットなんだ。へぇー。OK。OK。木材を収集する。これでいいか。あ、コンボを作る。OK。コンボね。この辺はまあいつも通りですね。で、キャンプファイヤー次。あ、弓か。弓が先か。あー、なんか。灯台楽しそう。ちょっと行ってみたい、灯台に。灯台光らないのかな、灯台。光ってほしいけどね。石が、なんでこんな切り立ったところに行ってんだろうね。石いるんじゃないの？石、小石5個もいるの？あ、なんか叩けばいいか。石、叩く石がないか。叩く石がないな。あ、武器バッグある、あそこに。え、なんかゾンビいそう。怖い。小石を、なんでこんな切り立ったところに行ってんだっていう話だけどね。小石どこ？ちょっと。ナビして、ナビ。どれ？どこ？どこにあるの？あった。どこ？どこ？わかんねえわ。わかんねえわ。その、あとどこ？え？ここ掘ったら取れんじゃない？小石。掘れないか？これじゃあ。これじゃあ掘れんか。あ、ここにあるらしい。あった。あとどこ？あとここにもあるらしい。どこ？え、どこ？え、どこにあるの？ん？あ、あったあった。わかりづらいよね、これね。森だとね。雪板用具とかだったらわかるんだけどね。わかりやすいんだけどね。はい。弾薬と弓を作りましょうと。あ、違う違う、また弓5個も作んなきゃいけないんだ。あ、そっか、石5個拾わされたもんね。1個じゃダメなんだ。はい、できました。あ、もうトレーダー、あ、そうか、トレーダー見つけるなんだ。ちょっと、ここ行きたかったから行っていい？トレーダー見つけるはいいけど、ここ見たかったんだけど、難しいかな、これ。あ、人いっぱいいる。金庫ある。開いてる。こんにちは。みんなそういう帽子をかぶってるんだ。へぇ。ああ。ああ。みんなそういう帽子かぶってんだね。あ、ちょっと待って。スタミナが持たないわ。スタミナが持たない説ある。やっぱり。ちょっと、自分が弱いからね、まだね。うん。上を取りたい。やっぱり。上から殴りたい。OK。ん？まだ誰かいるんだ。え？あ、クローラーが。クローラーがたくさんいる。あ、じゃあ、スタミナがない。スタミナがない。OK?OK かな。あ、鍋拾った。やったね。鍋大事でしょ。鍋必要だよ、やっぱり。じゃん。おっ。ハンティングナイフ、メデューサ。
メデューサの隙間とか拾った。いろいろあるんだ、ハンティングナイフにも多分ね。ハンティング、なんか色薄くないの気のせいかな。これキャットフードの時も思ったんだけど、なんか色薄いよねこれね。ねえ、古臭くなってるってこと。古臭くなってる演出ってことかなこれ。ねえ、缶詰相当古いのかな、ひょっとして。そういうこと。あんまり食べる気しないよね。お腹壊したりはしないのかな。そういえば赤痢になる確率ちょっと見たいね。赤痢、あ、赤痢のあれはないんだ。あ、赤痢 0%。 これは赤痢関係ないんだ、スープだから。これはなるよね、 12%。 あ、なるほどね。これ着ていい。よっしゃ、 OK。 ちょっとと、あれ上は、あ、上こうなってんの。え、あー、灯台登りたいからちょっと登ってみていいですか。誰かいそうだけど。上に行ったら、上に行ったで。あー、螺旋階段、螺旋階段むずいねこれ。螺旋階段自動的にこうさ、自動的に登るのは無理か。鳥がいる、あ、鳥がいる、鳥がいる。開いてんの、開いてないよ。待って、これ逃げるべきだな。あ、お宝ある、お宝ある。お宝拾って帰ろう。と、鳥、あ、怖い、怖い。あ、やばい、落ち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 たら死ぬぞ。落ちたら死ぬぞ。死にはしないけど、大変なことになる、落ちたら。危ね、怖っ。隙間がある、あ、隙間あるから。やばい、襲ってきそう、鳥が。なんか、こっち行っても。あ、来た、あ、来た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 。やばい、変なところにちょっかい出してしまった。来い。痛い、痛い、痛い。ちょちょ、感染する、感染する。来い。鳥強いんだよね、やっぱね。感染した、感染した。速攻感染した。感染するんじゃないかと思った。まあ別に羽はいらないから。トレダ行くか。トレダどこ？向こうだって、208m。切り株から蜂蜜が取れるかどうかだね、ポイントはね。切り株壊して蜂蜜が取れればいいんだけど、いきなり感染するとは。まあ、するわな。鳥はね、鳥とか犬とかね、すぐ感染するからな、マジで。何今の？これ何これ？粘着剤こんなんなんだ。ああ、なるほどね。ちょ、これ被っときゃよかった。しまった。もう、速攻でもう帽子を捨てていく。速攻で帽子捨てるぜ。はい、そこの鶏もいただいておこう。OK。よしよし。あ、ナイフがないな。まあいいか。これでいいか。とりあえず。5個ぐらい取れる ?6 個取れた。半端やな。まあいいか。まあいいか。トレーダーにとりあえず、トレーダー近くてよかったね。うん。トレーダー近くてよかったわ。とりあえず、切り株ないかな。切り株。あと森バイオームで始まるように設定されてるんですかね、元からね。これはいい感じですね、森バイオームからスタートできるのはね。あ、これトレーダーなの？あ、これトレーダーなんだって。へえ、すごいね。地下なのかな。あ、トレーダー無敵です。はい。地下？どこ？あ、違う、いた。外にいるじゃん、お前。外なの？あ、そう。蜂蜜売ってんじゃん、240円だって。こういうの売ってさ、価格なしだった。売ってさ、売れなかったわ。ああ、そう、なんか売れるもんないのかな。ないね。これ売れる？ 4 個じゃ売れないか。あ、使えるこれ。ワークベンチャー使えます。はい。こいつの荷物を盗んでそれを売るか。なんかハケとか買ってくれなさそうだな。まあいいか。ああ、なるほどね。あ、エニーゾンビを倒す。25だって。あ、勝手に始まるんだ。あ、待って、切り替わった。カモン、蜂蜜。蜂蜜、カモン。まだ大丈夫だけど、5% ぐらいだっけ、治るのね、確か。バコン。あ、全然取れなかった。無理。あ、無理。あ、ここにもある。あ、ここいっぱいあるね。あ、じゃあゾンビいそうだね。ゾンビいそうだけど。森を、木こりの、木
コリのなんか仕事場みたいな感じ。あ、取れた。オッケー。よっしゃ。飲んじゃおう。よし、これで、これで一安心だな。あ、これドリンククーラーじゃないのこれ。あ、違うの？あれ、違うの？あ、これ調べらんないんだ。あ、そう。待って、これ欲しい。じゃん。オッケー、紅茶。でん、あれ？でん。あ、いきなりこんな、いきなりスチールとか手に入るんだ。すごいね。羽はいらんけど、羽はいらないけど、卵は欲しい。よく言えば、蜂蜜もう一個欲しい。ね、いざという時のために。蜂蜜はもう一個欲しい。あ、取れた、オッケー。もう、なんか順風満帆じゃないこれ。満帆じゃなくて、なんて言うんだっけ。ねえ、すごいね。素晴らしいね、今日なんか。鹿がいるけど、鹿も、あ、鹿は多分やれないだろうな。お姉さんがいるけど。パーティーガールなんかちっちゃくない？気のせいか。パーティーガールはちょっと強いな。OK。じゃあちょっとこの辺のクエストを見てみますか。この辺の。これが一番気になるな。なんかハウス、ホームステッドチャレンジ。これちょっとなんて書いてあるのか翻訳していいですか。ここなんて書いてあるの？ザ・ホームステッドチャレンジ。じゃん。ホームステッドチャレンジはオプションのクエストです。プレイヤーにいくつかの、家屋敷を紹介します。3の一部として、3の一部として、ワイルドウエストモッド機能、一部マルチステージクエストをフォローする必要なタスクを完了するための指示、選ぶに沿っていくつかのエクスピート完了ホースを上げます道。相変わらず翻訳はちょっとゴミだな。相変わらず最後の道は何なんだ。道は何なんだ。まあいいか。ウェイって書いてあったからね。ウェイってあったから道なんでしょ。って訳したんだろうね、多分ね。あ、ゾンビいるね。ちょっとこれやってみましょうか。ホームステッドチャレンジ。読む。エニーゾンビを倒すは、まあ良くて。これか。木材を収集。1500も収集すんのか。1500はちょっと、あ、これ壊れそうだね。壊れるまで。壊れてなくなるかとか試してみようか。壊れてなくなるかな。なくならなかったら、多分石で直せると思うんだけど。あ、なくならないね。オッケーオッケー。なくならないのは親切設計だ。これで石で直る。あった。石で直った。おしゃれになってんじゃないよ、お前。何帽子かぶってんだ、お前。ほら。じゃあこれで1500はちょっと。これで1500はきついもんがあるな。ちょっと待って。4ポイントか。大鉱脈だっけ？20% 多く採取できます。これやって、で、これが、ショベル、チェーンソー、オーガ、斧、ダメージ上げて、セクシーティラノで、道具のスタミナ消耗 8% 減少、もう1ポイント残ってんで、ヒーリングファクター、ヒーリングファクター上げて、これでやるか。これでちょっと、1500集めるか。まあ、早送りだな、これな。カットか。カット、早送り。まあ、ちょっとまあ、無言で1500集めたいと思います。はい。よっしゃ、もうちょい。あ、いった。OK。フレーム形状をクラウトすると150。あ、そのために1500も取らせたのね。フレーム形状150か。OK。まあ、そんなのは、ほっとけばできるんで、150ね。持ってるけどね、いくつかね。22個。拾ったのがあるけど。はい。あ、で、あ、設置するアップグレード。あ、そういうことか。家を作れってことか。あとゾンビいる。
ゾンビいるわ。やるか。やった、救急包帯。おい、起きるんだ貴様。みんな帽子かぶって、あいつ帽子かぶってないんだ。スティーブ帽子かぶってないのか。どうしたの、お子様だからかぶってないの。おい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 、なんか持ってる、酒瓶持ってるこいつ。なんか瓶持ってる、酒の瓶、お酒の瓶持ってる。ちょっと飲んだくれかお前。ほらほら見て、瓶持ってるこいつ。怖、瓶で殴られるわね。瓶で殴られるんだ。あ、水あるねここね。こん中探索するか、こん中制圧しようか。あ、まあ、そう、作り終わったのね。あの、あれがね。あ、誰かいる。フレーム作り終わったってことね。トム・クラーク。中にいるのか。中のやつを起こしちゃった。あ、いるいる。かぶってるかぶってる。かぶってるね、今日も。今日もって、今日しか知らんけど。ちょ、待って、お前、フードの、おかしい、おかしい。おかしいぞ、お前。フードの、フード被って、帽子も被ってんの、お前。欲張りやな。なかなかの欲張りだな、お前、それ。ね。なかなかの欲張りさ。悪党はやっぱ強いんだね。この世界でもね。この世界でも悪党は強いらしい。弾薬がある。はい。あ、上に行けるか。上にいそうだね。ゾンビで上にいそうだな。こんにちは。あ、いるね。クローラーがいる。ん？クローラーだけじゃないな、多分。冬ってるやつがいたな。あは、ママがいたわ。ママさんが。あ、二人いるのか。痛そう、なんか、こけ方が。頭出すなよ、お前。殴ってほしいのか。頭出すなって、だから、面白いやつだな。頭で受け止めようとしてんのか。走ってきた。走ってきたけど、遅え。頭出すなって、だから。なんで頭出すんだよ。頭を出すんじゃない。面白いから。オッケー、オッケーかな。殲滅した。お腹すいたとか言ってる。あ、ついにパンケーキを食う時が来たか。あ、でも用なし感もなんか古いな、なんか見た目がねえ、見た目が古いですね。そういうの食っちゃうか。これ何、いつの間に。あ、リンゴ、待って、リンゴでさ、あ、馬の体力を回復するやつか。あー、飼いならされた馬の体力ね。飼いならされた馬じゃないとダメなんだ。リンゴでなんかチャームできるわけじゃないんだ。で、リンゴに釣られてなんか馬に乗れるわけじゃないのね。なるほどね。そういう感じか。ここ、あ、でも武器バッグあるね、あそこにね。どう？あ、武器バッグあるよ。じゃん。おーっと、パイプバトンだ。パイプバトンあんまり好きじゃないけど。パイプバトンは。サイズ、あ、お宝あるじゃん。あ、そうなの、お宝あるんだ。じゃん、ロックピックゲットでさい、ロックピックゲットね。じゃじゃん、お、バッターが色あせているだ、全体的にセピア色なんだけどね、面白いね。あ、骨ナイフ拾った、オッケー。はい、骨ナイフ常備しとくか。一応ハケ2個も拾ったんだ。いらないね、2個もね。ということで、フレーム形状を設置するか。なるほどね。まあ、設置しますか。じゃ、でも、ここに住もうかな。トレーダーの目の前だし。ここに住むのはありだよね、なんかね。ただ、町じゃないけどね。これ、町じゃないからダメか。町に行った方がいいか。なんでこんなとこにトレーダーあるんだろうね。町でもなんでもないのにね。まあ、でも、こっから、こっからとことこ歩いて、クエストとか行くんならね、街なさそうだ。こっちになんかあるか。違うか、畑か。
田舎だね。めっちゃ田舎だね。ここになんかあるけど。向こうになんかあるんだ。建物が。へえ、この、ここ直すか、こういうの壊してさ。大変かな。大変そうだね。塀をまず直して、あ、ここ、そうしよう。待って、このフレーム形状150で、150ブロックでちょっと直すか。そうしようかな。これ、直せるでしょ、多分。じゃん、あ、直せるね。こうして、こうね、こう、強化しろっていうのもあったから、ここも壊して、これも壊して、ね、あ、そうしようかな。じゃあちょっとその辺やっときましょうかね。動画外で。これやり始めると長くなりそうなんで。長くなりそうじゃないこれ。塀直すだけでも結構時間かかりそうな気がする。ねえ。こう、こうでしょ？ねえ。アップグレードも一応、アップグレードも指令に入ってるんで、でもアップグレードするにはさ、また木を取ってこなきゃいけないんじゃないの？ねえ、また木をと、散々1500も取ったけどさ、また取らなきゃ、取ってこなきゃダメだよね、多分ね。あ、こんな感じで、こういらないもんは潰して、ね。で、上に住むか。この上に。よいしょ。ここに住むことにしましょうか。ショベルが必要だね。ショベル。石ショベル。石ショベル必要。なんで必要かというと、これを撤去するのに石ショベル必要。これ石斧でやってるとね、なかなか取れないんだよね。なかなか壊れないんだよね。ザクザクしてさ。で、これでちょっと綺麗にして、綺麗っていうか、なくして、ものをね、この上に住むか。ここ繋げちゃうか。これいらないな。樽。で、ここの溝を埋めて、ね、ここ埋めてさ、埋めて繋げてしまって、これでね、こう。150ブロックってどれぐらいなんだろうね。回収するのに150じゃ足りないかな。あ、でも足りないかもしれないな、これ。壁、屋根ちょっと壊さないと。屋根壊さないといけないかもしれないんで、そうすると150ブロックじゃ足りないかもしれないな。これね、ここ斜めだからさ、斜めになってんの嫌なんで、片側だけ壁ぶち抜い、壁というか屋根ぶち抜いて、で、あ、壊れた。平らにしようと思ったら、あれだね、150ブロックじゃ足りないかもしれないな。うん。あ、でもこっちに合わせるっていう手もあるけど、あ、でもこっちのがいいな。こっちにチェストバーって置きたいね、どうせならね。うん。そうしようか。そうしよう。ということで、じゃあその辺ちょっとね、やっときましょう。やっときましょうって、やってたらなんか、やってたら夜になりそうではあるね、ちょっとね。夜になるな、多分。まあでも、とりあえず、あ、これ上がってこれんのかな、ゾンビ。上がってこれないようにしときます。これ、一応壊して。上は壊れて、上壊れてたような気がするね。上壊れてたような気がするんで、ひょっとしたら、ゾンビはもうこの状態でも上がってこれないかもしれない。うん、これ、はしごとして多分機能してないでしょ、これ。これね、壊さなくても別にいいような気もするけど、一応壊しとこうか。気持ち悪いから壊しとこうか、一応。で、これでまあ上がってこれないでしょ。ね。で、この上に乗っかってなんかされると嫌なんで、これもちょっと壊して、これもね、中からなんか出てくるかもしれない。そんなことない？なんか隠してない？中に。隠してないか。あ、落ちた。あ、隠されてないか。お前は落ちないんだ。あいつは落ちないんだ。こんなか。ああ、ないのか。別に何も、隠されてはないんだね。ね、でもこういうの見るとさ、なんか埋まってんじゃないかとか思っちゃうよね。ね、埋まってたことが何回もあるもんね。過去にね。いろんな建物でね。あ、何もなかった。残念。何もなかったわ。これ紙でしょ？パレットね。
よし、じゃあそんな感じにしときましょう。ちょっとここを回収しておきます。ひょっとしたら次の動画は2日目の朝になりましたって言ってるかもしれないけど、うん、まあここ回収して、ね、なんか馬も置けそうだし、で、一応仮拠点にして、荷物もいっぱいになってきちゃうからね、すぐにね。で仮拠点にして、で、トレーダークエでもちょっとやりますか。このフレーム形状のやつが終わって、その後何になるかわかんないけど、アップグレードしなきゃいけないから、ちょっと木をまた取りに行かなきゃいけないよ。また1000、え、アップグレードするのに10いるんじゃないの ?1300 もある。足りるのかな、足りる計算なのかなまあいいや。まあいいや。とりあえず。ちょ、待って。とりあえず。土地師匠。土地師匠を置いて、ワゴンと。はい。じゃあまあ今日はこの辺にしておきましょうか。1回目なんでね。よいしょ。じゃあこっちじゃないな。こっちだな。うん。まあ1回目なんで、この辺にしときましょう。はい。ということで、じゃあ次回、ここ回収した姿をお見せできるかどうかちょっとわかりませんけど、やるだけのことはやってみましょう。はい。じゃあ今回この辺にしときましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。大神さんでございました。またね。